陸上自衛隊が北海道で総合戦闘演習を実施したとの情報をキャッチしました。今回はこの陸上自衛隊総合戦闘演習とその中で気になる多連装ロケット砲や地対艦誘導弾、ジャベリンの演習を詳しく見ていきますね。話題の兵器は日本にも存在するのです。今年2022年8月22日から9月4日までの14日間の日程で、日本の北の守りを担う陸上自衛隊の北部方面隊の総合戦闘力演習が行われており、千歳地区で実施された演習内容の一部が報道陣へと公表されることとなった。今回の総合戦闘力演習は、延べ1万2000名の人員と、車両3400両ほどが投入されており、旧ソ連との冷戦時代から想定されるシナリオであり、北海道への敵勢力の上陸をいかに迎撃するのかという観点から実施されている。敵の勢力が北海道への上陸を試みるためには、各種の揚陸艦等の艦艇で沿岸部に接近する必要があるため、これらを叩く初動の兵器としては、チワ、地式地対艦誘導弾や M270、MLRS、多連装ロケット砲を用いた演習が行われている。8は、地式地対艦誘導弾は、1988年から配備が開始された対艦ミサイル兵器であり、2002年までの14年間で合計108機が調達されており、北部方面隊の第1特科団を中心として、現在でも運用中の装備で、略称は SMM1 となっている。この8は、地式地対艦誘導弾は、ミール本体は直径 35cm、全長が約 5m、重量が約 660kg で、最大射程がおよそ150から 200km ほどと見られており、亜音速で飛翔する対艦ミサイルである。8は、地式地対艦誘導弾は、このミサイル6発を1セットとし、円柱状の発射機に収容しており、これを、装輪車両の後方に搭載する形式であり、付随する各種の、レーダー装置や管制装置とともに、良好な機動性を確保している。すでに、陸上自衛隊では、この、8は、地式地対艦誘導弾の後継となる、12式地対艦誘導弾を2012年より調達を進めてはいるが、後者は南西諸島に向けた中国からの軍事的な圧力の高まりを受けて、西部方面隊を中心に配備されている状況にある。これは1991年に旧ソ連が崩壊し、現ロシアとなった時代背景を象徴しており、かつてのように日本が外国からの侵略にさらされることがあるとするならば、それは北海道になるだろうとする思考を大きく変化させたものと言えよう。尖閣諸島をはじめとする中国の動きや、今年2022年8月上旬に中国軍が台湾の周囲の6カ所もの空海域で大規模な軍事演習を強行した状況を鑑みれば、日本の防衛力のリソースを南西諸島方面に振り向けることは、賢明な判断だろう。しかし、同時に、今年2022年2月には、ロシアが、ウクライナ侵攻を始めたことで、西側諸国と歩調を合わせて、ロシアへの経済制裁に参加している日本は、再び、ロシアからの、軍事的な挑発行為をたびたび受けており、北の守りも、再び注目を集めている。以前の旧ソ連時代と異なり現在のロシアは、軍そのものの規模も格段に縮小しており、ことに海軍の艦艇等については、著しく老朽化が目立つなど、日本の沿岸部に目ぼしい戦力を投射することすら、かなり困難であるとは思われる。しかし、昨今のロシア・ウクライナ戦争の例でも明らかなように、時に独裁国家の為政者の判断は、純粋な軍事的な常識よりも、
自らの政治的な目標のために下される可能性をはらんでおり、合理的ではない行動に及ぶ危険性も無視できない。その意味においては、北海道の陸上防衛力も決しておろそかにすることはできず、8は、知識地対艦誘導弾に得て、今後、射程距離を大幅に延伸するとされる、12式地対艦誘導弾の能力向上型等の配備も視野に入れておく必要はあるだろう。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、第1段階としておよそ 900km、そして、最終的には、およそ 1500km ほどの射程距離の獲得が予想されているため、本体が亜音速であることを除けば、配備位置の自由度は飛躍的に高まると予想される。さて、今回の北海道での総合戦闘力演習には、M270、MLRS、タレムソウロケット砲も参加をしており、これは、ロシア・ウクライナ戦争で、ウクライナに西側諸国から供与されて、今、まさに、反撃の有力な兵器として活用されているのもだ。ロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカが供与したハイマースが、特に効果を発揮していると、連日のように報じられているが、このハイマースのベースとなったものが、M270、MLRS、タレムソムロケット砲である。M270、MLRS、タレムソムロケット砲は、ハイマースの倍にあたる12機の 227mm、ロケット砲発射機を、搭載可能な駆逐隊方式を採用した車両型であり、1982年に自走榴弾砲に代わる、長距離の火力支援任務を担う、兵器として開発された。この M270、MLRS、タレムソムロケット砲の開発には、アメリカをはじめ、イギリス、イタリア、フランス、そして当時の西ドイツが加わって行われたが、この背景には、旧ソ連と、その衛星国のワルシャワ機構軍に対抗するという目的があった。当時のワルシャワ機構軍とナトーとでは、前者が保有する機構戦力は、後者の数をはるかに凌駕しており、仮に開戦となった場合には、その戦力差をいかにしてカバーをするのか、という点が大きな課題として横たわっていた。そのため、M270、MLRS、タレムソムロケット砲は、従来の自走砲や榴弾砲と比較しても、敵の機構戦力に対して、広範囲の面での打撃力の向上を目指して開発された兵器であり、そのために、弾頭部は、広範囲に飛散する、クラスター弾が用いられた。1991年に発生した湾岸戦争で、M270、MLRS、タレムソムロケット砲は、初めて実戦投入され、アメリカ軍やイギリス軍が投入した、200両ほどのそれらは、イラク軍の部隊に、甚大な損害を与え、2003年のイラク戦争でも同様の戦果を挙げた。しかし、その後2010年にクラスター弾禁止条約、オセロ条約が発効し、日本をはじめとする同条約に批准を行った国々では、クラスター弾の使用、保有、製造が禁止となり、アメリカ等は批准はしていないが、公での使用は避けられている。陸上自衛隊では、1992年度から2004年度までの14年間で、合計99両の M270、MLRS、タレムソムロケット砲を調達しているが、先のクラスター弾禁止条約の批准以後は、単弾頭となる M31 砲弾に切り替え、これが GPS 誘導方式のロケット弾である。今現在のウクライナに供与されている、ハイマースや M270、MLRS、タレムソムロケット砲の砲弾も、この M31 砲弾が中心であり、陸上自衛隊では、面での制圧力が、
これにより低下したため、M270、MLRS、多連装ロケット砲は退役を進めている。ただし、ロシア・ウクライナ戦争での精緻なピンポイント攻撃の成功を見れば、M270、MLRS、多連装ロケット砲での M31 砲弾の運用には、一定の効果が見込めるようにも感じられるのだが、陸上自衛隊では、その予定はなくなった。陸上自衛隊では、代わりとして前述した、12式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の新型の高速滑空弾で、M270、MLRS、多連装ロケット砲の役割を代替する方針であり、今後の開発の動向に注視する必要があるだろう。また、陸上自衛隊とアメリカ陸軍は、7月28日に公開した合同軍事演習の内容で、熊本県の大屋の原演習場において、ロシア・ウクライナ戦争で名を馳せた対戦車ミサイルのジャベリンや、これと同種の01式携帯戦車誘導弾の実弾射撃も行っている。